ますわ。こんにちは、山城と申します。さあ今日はね、どこに行っとるかというと、四日市市の富田駅ですね。まあまあまあ、うちのね、ところでも何回か来てますね。黄色い自転車が止まってます。まあ三時鉄道が止まってますけど、今日はね、近鉄で行くんですけどね。まあね、今回はね、何をやっていこうかというと、まずね、伊勢中川に行こうと思っております。まあ詳細はね、まだ伊勢中川着いた時にね、企画の内容をやっていこうと思いますけどね。だから伊勢中川から回すよって話なんですけどね。まあ道中もね、初めからね、取ってくのがうちのところですからね。ね、それは三岐鉄道ですね。そうそうそう。なんでこんなとこから歩いてるかっていうと、伊勢中川行くんやったらね、塩浜とかあっちの方から行けばよかったんですけど、ちょっとね、朝一用事があって、風坂の方にちょっと用事があってね。でね、問題はね、それがね、8時ぐらいに用事がね、済む予定だったんですけど、ちょっと時間が起きてもう9時回っちゃってるんですよね。ってことでね、とっとと、伊勢の方面に向かっていきたいなっていうところなんですけどね。ってことで、車でね、こっちまで出てきて、で、今そこにね、1日400円止めれるパーキングがあったんで、そこ止めて、パーク&ライドでね、こっから伊勢中川に向かっていこうと思います。でね、今回はね、よいしょ。普通に、あんまりね、伊勢中川がね、目的地になることないんやけど、伊勢中川までは、いくらだ ?770 円か。770円なんですけど、今回はね、前もってね、この、愛知三重県内がね、フリーになるフリーチップ貼ってありますんで、これがね、前売りのみなんですけどね、前日まで買わないといけないんですけど、1500円で使いますよってことなんで、もうこれね、770円、往復したら1540円ですから、もうね、元が取れますよってことなんでね、とりあえずね、これ買って、これで行こうかなというわけでございますね。さあ。よいしょ。相変わらずしっかりドライブですよ。で、海だから、背中が上がるね。多分、そろそろ。急行が来るんちゃうかな。名古屋方面じゃなくて伊勢中川やから反対側ね。よし。こっちからね、行けば臨場ってことで、まあ、ね、相変わらず方面はえぐいですけど ね。こっちが近鉄側の入り口で、ね、桃太郎なんかもありますけどね。こういうのがあったんや。で、あ、まだちょっと先か。24分通信待ち行きか。いざとなったら特急とかった方がいいんかな。時間調べてみよう。伊勢中川行くときは一つネックがありまして、特急で行こうとするとね、特に出てくる問題なんですけど、あそこ名阪特急ね、大阪難波の方に行くやつは止まらない。伊勢中川は短絡線通ってね、通過してっちゃうんで、実質半分になるわけですよね。あっちのほんとすぐ何枚までは行くんですけどね、ですから案外ね、電車が止まるんですよね。これで出た方がいいのか。50分で9時39分。これが一番早いな。結局、もう、こっから、急行降りたやつが一番早いみたいですね。特急乗り換えしようと思うと、結局やっぱしアクセスが悪いんだな。やっぱちょっと出遅れたんが遅れ、痛いね。こんなんやるんや。港町巡りと四日市の鉄道グッズまず。どこら辺行くの？四日市駅から記念公園ね。プロムナードで臨港場。やっぱりいいですね。
でかいな、やっぱ火の鳥。へ、うん、じゃあここはね、ちょうど減速してきますからいいですよね。で、いろいろ出てるね、ハイキング。ご在所だけど、被災か。あで、深田神社。まあ、この北中部ですね、うん、三重県の、うん、でも専門の位置ね、どこでやるか塩浜研究所かな、忘れ物市一度くつまるけに、なあ、え、何これ四日市駅かな、プロムナードで臨港橋の末広橋梁の宮丸神社で塩浜、宮丸駅じゃなくて塩浜駅まで行くんや、まあ、あるね。へえ、こんなでスタンプラリーやるんですね。結構距離あるな、JR によくできたらしいんですよ、塩浜。さあ、ということでね、伊勢中川まで来ましたけどね、いやはや、とにかくこの伊勢中川駅は、もう、ありとあらゆる方面にね、いろんな列車が出てきますからね、まあ、おるだけでも楽しいところなんですけど、今回はね、まあ、伊勢中川駅自体はね、何回かも来てますけどね、今日はここからね、1企画をやろうじゃないかというわけでございましてね、で、何をやろうかというとですね、伊勢中川駅といえばね、何が有名なのか、まあ、デルタ線とかね、丹楽線があったりとか、まあね、特急の要所になった近鉄のね、まあ、要所の駅ではありますよと。ただまあ実際にね、なかなか降りたことがある人は少ない駅であるのも、あれですね、まあ、乗り換えで使うことがあってもっていう、ところで、伊勢中川駅といえば、まあ、スーツさんの広告も有名ですけどね、伊勢中川の広告といえばやっぱりね、あれなんでしょうって言って意外と探そうってことないな。スーパー列車なんてあんだ。何が通ってるの、島風か、こっち、うん、これは何だ、これはメイン高特急か、まあまああれですね、乗車率ありますね、まあ、こんな感じでね、まあ通過着列車はまあ本当島風とかメイン範囲高特急とかね、まあごく一部ですけど、やっぱね伊勢中川に来たらね、やっぱし目に留まれてたらこれですよね、赤服の広告です。そうです、ちょっとねここは案外ともないですけど、伊勢中川といえばこの赤服の広告でね、有名なところです。向こうの方行ったら多分いっぱいあるのかな、右も左も赤服もあるけどね、とにかく赤服の広告でねがいっぱいあるよってなって有名なこの伊勢中川駅でございますよ。でもしかしたらね、世の中にはね、伊勢中川駅でねこの赤服の広告を見たらね、いやもうすぐ赤服食べたいわってなるとか言うかもしれません、ね、まあ、普通だったらね、そのまま伊勢の方に行きますから、伊勢に行ってね、赤服、伊勢の方行ったらもういくらでも赤服売ってますからね、まあまあ一番いいのはあのおかげ横丁で食べるのが一番美味しいといえば確かに美味しいんですけど、でもねそんな待てないよと、もうねこんなに広告見せられたらもう今すぐ食べたくなってね、伊勢中川駅でね、赤服を食べたくなる人がいるかもしれません。ってことで今日は伊勢中川駅でね、赤服をゲットしようということでですね、伊勢中川駅で、赤服を買ってみようというね、いやー地味だな、自分で言うのもなんだけど地味な企画を持ってきました。これを年末の特番に持ってこようってのからすごいですよね、
よっぽど他の企画あっただろうと思うんですけどね。まあまあ、いろんなね、事情もありますんでね、やっていこうと思います。とりあえず一つ目ね、特急停車駅だったらね、お前、駅の中で帰るじゃねえかってね、思うかもしれませんからね。ファミマってあったっけ？あったんだ。あれ？嘘だろ。赤服売ってんだ。びっくりしましたね。元も子もない事実が分かりましたね。このね、4番線5番線ホームにある、ファミリーマートで、赤服売ってましたね。マジか、マジか、完全企画倒れじゃねえか。ただね、まあ、もしかしたらね、あれですよね、どうしようかな、今頭の中でどうしようか一生懸命考えてるんですけど、よし、ね、ただね、まあ、駅の中じゃないですか、こんだけね、赤服の広告を打っててね、特許も止まる駅ですからね、もうすぐ売り切れてしまうかもしれませんね。ということで、駅前でね、他にね、赤服売ってる場所を探そうじゃないかと。いやいやいや、入ったな、そうか、ファミマできてたんだ。はい、相変わらずの調査不足ですね。よいしょ。このね、4番線、5番線ホームにある、ファミリーマートで、赤服売ってましたね。マジか、マジか、完全企画倒れじゃねえか。ただね、まあ、駅の中じゃないですか、こんだけね、赤服の広告を打っててね、特許も止まる駅ですからね、もうすぐ売り切れてしまうかもしれませんね。ということで、駅前でね、他にね、赤服売ってる場所を探そうじゃないかと。いやいやいや、入ったな、そうか、ファミマできてたんだ。相変わらずの調査不足ですね。よいしょ。中川の駅前に出てきましたけどね、前に来た時は朝の5時とか6時とかでしたもんね。全然昼間はね、映したことがないですけど、駅の構内にね、コンビニができてたからすっかり忘れてましたんでね。そっか、意外とね、駅の前はね、あんまし商業施設がないんですよね。で、コンビニとかがね、あんまり目立たなくて、唯一パッて、思いつくのが、この先にね、ピアゴはあるはずなんですよ。なんでね、そのね、ピアゴに行ってね、赤服が売ってるかどうかですね、チェックしてみましょう。がてらね、石中川駅をね、ぐるりと、回っていこうじゃないかと、いうわけでございますね。そうそうそう、今回こんなとちょっとまだ先にも出かけたいんでね、ニアルシリーズはやりませんけどね、駅構内には名所はないわ。よいしょ。普通にだってあんまり伊勢中川って降りる駅ではないですからね。私も仕事電車で降りたことは本当に少ないですね。車でね、高千穂で仕事をしとったときによく、まさかのね、応援に行ってた兼ね合いがあって、その時はよくね、こっちの方はこの前のあたりを使っとった。このあたりの商業施設がどこ何があるのか大体、分かってるんですけど、でもまあ中性バイパス使うことが多かったですからね。高千穂からですよね。
ちょうど高千穴の王将とかがある方だったね、本当被災寄りの方ですよね、あっちの方だったんで、井村屋の工場の近くですわ、本社のね、うん、そうするともう中性バイパス便利ですからね、ってなっちゃいますからね。で、その前ね、一応ピアコがあるんで、ここだったら多分、A コープもあったな、そうだ、うん、多分この辺りだったら安定して、で、赤服が買えるかもしれませんからね。いや、まあ、普通に、なんならカメラ回ってなかったですけど、搬入するところもね、バッチリ見ちゃいましたね、赤服を。あんだけちゃんとね、赤服ってありますってね、売店書いてあったもんね。うん、ちなみに、なんて言ったらいいの、駅の、その売店のファミリーマートの店員さんに言えば、買えるような仕組みみたいですね。駅の、その、レジ裏のところで、に置いてあるような感じになってましたね。よいしょ。あれ。どうやって歩道に入ればいいんだ、これ。こっちでいいのかな。こっちに A コープがあって、こっちの奥にね、ピアコがあるけど、ピアコより A コープの方が近いか。どうかな。いや、ピアコ行こう。車だとここのね、ところ使ってスーッて来ることが多いんですけどね。そうそう。駅の存在感が案外薄いですね、ですから。どうしような、まさかこんな早々に、一応これで小一時間歩き回ってね、いや赤服なんとか見つかりましたね、なんとかと言ってね、企画にするつもりだったのにな、そう、近鉄便利すぎるぞ、もうちょっと不便にしといてもらわんと企画的には美味しくない。いや、お客様としてはもうこんなありがたいことないんですけどね。あれ、いつごろできたんだろうな、あの、やつね。で、これでね、ピアゴ。よいしょ。ちょっとお店の作りが独特ではありますけどね。もともと言うストアだったっけ、ここは。ね。まあ、きっとここなら大きいですしね。あるんじゃないかな。てか、あれ、杉薬局？今、向こう側には杉薬局あったよな。あれ、杉山だったっけ？杉薬局だった気がするな。じゃあね、赤服売ってるか確認しておきましょう。さてね、寄ってきましたけど、あれなんですね、ここは残念ながら赤服売ってなかったですね。よいしょ。わあ、人がいっぱいだ。そうかそうか、向こう歩いてこう。ってことでね、ピアゴ寄ってきましたけど、そう、残念ながらね、そう、赤服は、売ってなかったってことでね、うん、さあどうしようかなってところでございますね。そっかそっか、いや、ピアゴならあると思ったんだけどね、残念ながらサービスカウンターとかもいろいろ回ってみましたけど、売ってないですね。ってことで、そうなるとコープで売ってるのかな。案外、あれなんですね。大きいところでも置いてないことがあるんですね。ただね、ここのピアゴさん、あれが置いてあって、油揚げが、前に広島で買って、これめちゃくちゃいいって言っとって、常温でね、保存できる、どん兵衛のお揚げみたいなやつの、どん兵衛の、お揚げの、お揚げだけ売ってるようなね、やつ、常温のやつって、なかなかないんですよね。意外とお揚げって、常温のあのやつってね、売ってるのはないんですけど、
前に広島で一回見かけた時にこれ便利やって言って買ったやつ買って、そう、それの刻み揚げのやつはね、金製で売ってるんで、金製行ったら必ず買ってるんですけど、刻んでないタイプのね、本当にあのドンベーンみたいな感じの一枚のやつが売ってたんで、そこぞとばかりに買ってきました。よいしょ。で、次はどこだ？あとあるとしたらどこだ？さっきの栄光区か。だけどあれですよ、今そこに本当杉薬局があって、今あれだよな、振り返ったところにあったよな、そう、今そこだよね、今そこのところに杉薬局がありましたよね。で、よいしょ。で、あのところ本屋さんもあるんだ。へえ、おいしそう。あ、やっぱあるわ、こう杉薬局だ。めっちゃ近っ。すごいですね、こんな近くに杉山が、あ、杉山じゃない、杉薬局が刺さるの珍しいですね。ね、別のドラッグストアだったらまだしも。で、こっちのエコープがあるか、ね、エコープちょっと見ていってみようか。よいしょ、あるかな。すごいですね、こんな近くに杉山が、あ、杉山じゃない、杉山局が再るの珍しいですね。さあ、ということで寄ってきましたね。 A コープ嬉野店ってなってましたね。そう、この辺りは A コープ近畿っていうね、扱いになるんかなって、そうやそうやって思いましたけど、ということで、A コープではね、なんか A コープ巻きっていうのを取ったんでね、まあ昼ご飯がてら買っておきましたよということですね。ピアゴはね、結局そのお揚げと、ヤクルト飲んどきましたね、体調をね、万全しないとするんで、あのヤクルトの線っていうのはね、あ、そうだそうだ、なんかこんなん出たって聞いたなと。ただあれですかね、ヤクルトレディ先輩で言ってるのとはまた別のやつなのかな、ちょっとすみません、最近ヤクルト事情詳しくなくて派手なんですけど、ということで買ってきました。ここもちょっと気になるけどな。美味しそうですよね。うん、で、じゃあね、ちょっとまたお寿司の方買っちゃいましたんでね。さあ、で、これを食べながら、次の目的地なのかな、一応予定では端子島方面の方に行こうかなと思っております。まあちょっと特急のやつを見ながら、フリーパスでね、三重県内なんでね、あっちに行ってみても面白そうなんですけどね、あの赤目口、あっちね、どうしようかなと思っていますけど、まあとりあえず南の方かな。赤目口はね、ちょっとね、アクセスでね、多分ちょっと行くのに苦労しますからね。まあとりあえずあれでしたね、今回何だったっけ、当初の企画名何だったっけ、赤服だ、赤服を買おうっていう企画でしたけど、あれですね、まあ、鉄道、地方内で買うのが一番で、意外と駅の周りはあんまり売ってるところないよという結論でございますね。ここのファミマだとも売ってない感じですね。うん、ということなんで、伊勢中川駅でね、赤福の看板を見て、どうしても赤福もうすぐに食いたいよってなった人は、そのまま駅構内にあるファミリーマートに行きましょう。結論これで行きましょう。よし、いや、こんなお気になるとはね。とりあえずこれでこの企画は終わって、また、次のね、動画の方に撮影に向かっていきたいと思いますよと。さあ、ということでね、今20分ですけどね、ちょうどね、
意外と大阪南波方面がね、数はあまり実は、少ないんですけど、こっちのね、越中方面ね、まあ、勝島駅方面とはとかね、結構、ガンガン走ってるんで、35分発ね、これ平日か、よいしょ、こっちやで、11時35分、ハッファイル、ウソシマライナーじゃないですけどね、一般のやつで、乗っていこうと思います。今日はね、ちょっとね、あんまり大したあれでもないんですけど、大人の事情でね、ちょっと特急をね、使う自由がありましてですね、まあ、ご飯を食べるのにね、特急の方のがね、やっぱちょっと一般のね、通勤電車だとね、どうかなっていうのがありますけど、特急だったらね、まあいいかなっていう感じがありますし、で、まあ、あとね、もう一つ行っちゃうとあれなんですよね、あ、そう、で、ちなみに、うがたね、まで行こうと思います。まあ、せっかくなんで、ちょっとうがたを見てみようかなというわけでございますね。で、なんだったっけ、なんか、いろいろ書いてある、高畑、何かな、そらきわら温泉郡と、か、伊賀関部と、は、灰原と、川はなんだ、あ、山本坂田さんに泊まってくタイプですよってことですね。それぞれは坂木畑になってきたね。坂木原には泊まるんだろうって分かりやすいな。木原に貴重な方には泊まりますか。こんな感じで運用されてるんですね。で、風和なんだ。伏せか。伏せ泊まるタイプもある。というのは名古屋のおやつ乗って帰って行くのもあるんですけど、さあ、おどうした次は島風もやってきましたね。ああいいですね。通過がゆっくりなんでいいですね。いや、いいですね。もはや完全に近鉄の二大看板になってますもんね、島風と火の鳥。すごいですね。で、どこで見てるんだっけ。で、このね、35分発の勝子島行き特急で向かってこうというわけでございますね。どこだったっけ。6号車。6号車ってことは、後ろ、先頭どっちだ。こっちか。無事やってきました。うがたですけどね。さあ、どうしようかなと思ったんですけど、今あれですね、ちらっともう見えてしまいましたね。なるほどなるほど。いや、うがた駅ね、そう。まあ名前は聞いたことある方も多いかなと思うんですけど、案外ね、来ることがない駅といえば来ることがない駅ではあるんですよね。ただまあ一応島地方ではね、乗降客数で言ったら賢島より多いのかな、賢島の方がさすがに多いのかな。まあ町としては結構、島地方の中では
その町の規模としては、ね、人口とかっていうところで言うとこっちの方も多いはずなんですよ。凄まじい勢いでやってきますね。そこの時間何か持っておいて芝かけが一気にどんどんどんとやってくるんですよね。で今のが今のが13時17分あ、じゃあ39分でちょっとやっぱり42分の島風がやってくるんですね。すごいですね。結構レア編成のはずなのにも、あ、先にあれか22分のやつがやってきて、いやすごいですね。湯水のように島風が現れますよね。結構ガタで降りるって思うんですね。まあそうね、姿はね、島スペイン村がね有名ですよね。まあ 5.7 キロなんでちょっと、歩いていくには大変ですけど、島急ぎのが近いけど、まあここからねその連絡バスとかも出とってっていうことなんで、多分島風に合わせてねそういったのも出てるはずですから、多分今からねもう出てくるバスがあるのかなって感じですけど、なるほどな、これはちょっと今はねもう1時前ですからね、12時半回ってますからね、これはちょっとさすがに全部まだ無理やろ。10キロ超えが3つもあるもんな。であの時崎の灯台でも9キロあるもんな。さすがに遠いよな。展望台がね多分取るのにはいい感じなんでしょうけど、眠るのこっから眠るのすっともういい時期かてんじゃん。どうしような、行けるとこだけ行きましょう。完全制覇やめましょう。うん、アゴアリーナは近いから行けそうやな。アゴアリーナと横山の展望台ぐらいなら行けるか。この辺り行ってみようか。アゴアリーナと横山展望台ね。よし、そう大黒崎の灯台はねもうここからあの10キロってなってますけど、結構あのグレグレ行かないといけないはずなんで、バスがあったら行けるけどなっていうところですね。行ったことあるんですよね、あの車で行ったことはありますけどね。うん、いいところなんですよね。そう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 。さすがに歩いていく場所で、あの道もね、あの歩道そんなちゃんとしてなかったはずですからね。山道みたいなところ歩かないといけなくなるんで、ちょっと危ないんでね。よし、横山展望台行ったら行けるでしょ。横山展望台とアボアディーナ行ってみよう。よし。さあ、ということで改札出てきましたけどね、広いし綺麗な駅なんですよね。こんな感じでずらーっとあって、でファミリーマートも入っとるし、 ATM もあって、でアガフも売ってますしね、バッチリですね。まあ予定ではね、まだちょっとねこの後ここだったり歩きますんでね、どこかではね、もともと赤服の企画でしたからね、赤服は買っていきたいなと思うんですけど、こっからだと四日市はいくらになるんや。1340か、そっかいね。大人の事情でね、1ゾーンで収めないといけないんだよな。あ、大丈夫だ、宇治山田までなら1ゾーンで行けるんだ。なるほどなるほどなるほど、よし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 。まあまあおいおいの動画でそのあたりの説明はしていくと思いますけどね。まあこんな感じね、場所的にはもうね端こじまの2つ手前ね、芝神明で、今ね調べておったらあれなんですね、なんて言ったらいいのかな、今調べてて分かったんですけど、あの横山展望台はね相当遠そうですね。ちょっとしんどいなっていう距離みたいなことでございますんで、駅間散歩の方に変えましょう。島神明まで歩きましょう。だったらね、楽じゃねえ、ちょうどあの島アリーナはね、その途中にあるような感じになりますんで、それならね、名所案内も1個も見て、ね、最低限文化的な名所案内ができるんじゃねえかと。いや、
観光案内聞くのが一番手っ取り早いと思いますんでね、ぜひね、使ってもらったらいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ普通は千葉スペインまで行けってねいうところなんですけどね。まあまあまあおっさん一人で行ってもしゃあないところがありますからね。よし、まあ、こんな感じ。結構各方面に出てるんで、まあ、かなりターミナル感はありますよね。伊勢市の駅前まで行くね、バスなんかもあるんですね。こんな感じで、磯辺のねバスセンター、まあ、この辺りとかね島病院、アボアリーナ経由もね一応あるみたいですけど、こんな感じで走ってますよということなんでね、まあ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 いろんなところに行けますよね。でとりあえず南の方に行けばいいみたいですからね。まあ一つねこのあの地崎のね灯台とかねあっちの方とかもね行っちゃいいんですけどね、まあちょっとね行くとちょっと帰ってこれなさそうなんでね、まああんな台とかね乗っとったところはまた車でね、ちょっとぐるっと回ってみようかなという予定で行きましょう。とりあえず、島新名ですかね、歩いていきましょうか。まあ、こんな感じでバスの切符売り場もあるんですね。これは何？あ、島スペイン村行きのもバスの乗車券なんかもあるんだ。390円なんだ。で、マージャン券使ってたら、バスもね、乗り放題ですからね。全然使えますよって。まあ、そう考えると、やっぱ観光には、特化してるだけあって、ね、かゆいところにちゃんと手が届く感じになってますよね。さあ、で、あ、こっちにはこっちで、なんかいろいろあるんだ。結構、ね、宇和田の駅前はまあまあいろいろあるんですよね。ビジネスホテルなんかもありますしね。タクシーは金卓と、ワイリタクシーさん、あ、そうか、こっちもご当地ナンバーができて、伊勢志摩ナンバーになりましたもんね。で、あ、ちょっと食べるところとかね、いろいろあるんだ。なるほど。私ちょっと来る途中で食べちゃいましたからね。焼き以外の店や唐揚げ屋さんとかね、あ、2階もあるんだ。ステーキ屋さん、もう機械が肉食ったんです。いろいろあるんだな。ハラミで1600円。今悪くない値段やね。あ、お昼のランチセットとかやってるし、上もあるんだね。確かにいい感じじゃないですか。特に、あ、お食事どころとかもあるんや。あ、10時からやってんだ、いいな。あ、こんな感じで、まあレストラン街みたいな感じで作ってあるのかな。なるほどね。とりあえず行っとった島アリーナの方、アゴアリーナやったっけ、あっちの方に行ってきましょうか。一応南の方に行けばいいみたいよ。スマホを見る。
あ、これでアボアリーナの方も行けるんだ。へえ。ちゃんと歩きますよ、さすがに。いいタイミングで来たなと思いましたけど、さすがにね。あ、じゃない、アボアリーナから来たやつだ。ダメだ、ダメだ、危ない、危ない。花のとこに来たとこある。しまった、うちは地下道を見たら入らないといけないっていう謎のルールがありますからね。こんなところに来てる、いつから始めて何のルールかも分かんないんだけどな。こんなところに、あっちも渡っても行けるみたいなんでね、アボアリーナには問題なさそうなんで。よいしょ、おお。こんなとこ、こんなスーパーあったんだ。いや、車だとそんな気づきませんもんね。結構奥に入ったところでしたしね。で、こっちにもこっちで何かあるの、まあ、こっちのが駅裏感はありそうですね。いそっと。で、こちら側はどんな塩梅なんかな。このとこにスタンプランドって何なの。スタンプって何。あれか、ハンコ屋さんな。そかさ、そのまんまだな。で、あ、ステーションホテルウカタの駐車場、こんなところにもあるんだ。へー、こういうタイミングの時が多いな。よし、これも元々商店だったんだろうな。中道はスーパーだっけ。あ、違う、あの畜産みたいなんだね。で、県庁舎が向こうにあって、で、あ、こっちはこっちで市議会議員のやってるんですね。こっちは金属さん、金属さんも穏やかですね。そうですね、やっぱファッションセンターですね。流行の最先端でございますよ。で、でちょっと歩いていくと、そう、結構ね、電車の線路もこの辺りくねくねしてますよ。道もね、くねくねしてますからね。マスヤ食堂、仕事人の宿、ビジネス旅館ね。そうか、ビジネス旅館も仕事人の宿っていうと、なんかプロフェッショナル感がありますね。これがね、食堂と旅館が併設されてた感じかな。コーヒー屋さん、朝の5時半からやってるんだ。朝の5時半からやっとったら8時出勤とかでもね、ゆっくり使えますもんね。あとあれか、5時半だとこの辺り多分漁師さんも多いですからね。そうすると漁師さんなんて一仕事終えた後ですからね、5時半って言ったら、もうバリバリ仕事終わった後ですから。島アリーナはもうちょっと向こうの通りか、どっかで渡らなあかんな。よいしょ、
あ、そうだ、地下道入ったからな。うん、それは何、フレッシュローカルプロデュース畑。あれかな、地場物を売ってたりするのかな。で、前にぶつかるやろ。で、確かこの道をそのまま左の方に行けばいいはずなんですけどね。一応地図で見とこうかな。おっと大変だ、全然道間違えてた。全然逆方向歩いとったね。また間違えた。あらあら。ってことは、ここを右に曲がってリカバリーできるか。まだなんとかリカバリーできるな。全然、やらかしてますね。よし。そうそう。ぐるぐる回ってるからね。わかりにくいんだよな。方向感覚かね。やべ、これも大王崎の方まで行きたい。北海大王崎は遠いですからね。あの日崎とどっちが遠いんだろうな。いや、まあどっちも相当しんどい道のりですからね。よし、ここは六本木。そうですね、あの井崎ももう遠いなんてレベルじゃないぐらいの離れてますからね。無理無理無理。大宝崎もね、あ、無理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 。そりゃそうだ、全然。とても歩いていく距離じゃないね。街はもう昼回ってますからね。いやー、諦めましょう、諦めよう。よし。これ年末特番かも。いや、順番的にはこれが年末年始の特番なんだよな。大丈夫かこれ。まあ、撮るのは撮ってるけど、これ大丈夫か。本当に久しぶりに、いくらなんでも見どころが長すぎないか。大丈夫かな。まあ撮るのは撮ってるけど、これ大丈夫か。本当にいくらなんでも見どころが長すぎないか。大丈夫かな。ここは宿泊4000円、安いね。民宿ですね。あ、で、食事所も兼ねてるんだ。ここか。こっちでいいんだ。あそこはなんでフランス国旗なんだろうと思ったら、あれか、バーバー床屋さんなんだな。ちょっと渡らせてもらおう。ああそういうことですね。ああすごいですね。OH オフィス用品教材贈答、なかなかすごい取り揃え方ですね。あ、暑いな今日。おかしいな、暑いな。今ちょうど日差しがうまいこと雲と雲の切れ間から、出てますからね。結構雲多いんですけどね今日は。こだわり丼ぶり、福祉センターがあって、
丼屋さん、天丼カツ丼ね。あ、結構お客さん入ってるわ。うん、多分地元の方には大ね、大変人気のある感じなんでしょうね。ああいうとこ気になりますよね。まあ車で移動するのがやっぱメインでペアの感じですね。で、牛トラね、ウガタの牛トラと、あれね、なかなか地図だと分かりにくいですけどね、高低差がね、やっぱ激しいのよね、この辺り。よいしょ、あれ、こっち、こっち、取り合いや、トラック、あ、ここは自動車学校なんだ。で、あそこに見えるのが大型のイオンか。イオン島店でしたっけ。昔からあるイオンですね。あ、この辺りの教習所はあれでしょうね、坂道発進は鍛えられるでしょうね。名古屋だとね、東山の、自動車学校に入るとね、あの山道が多いんで坂道発進でね、苦労するなんて話がありますけど、他のところだと比較的平地が多いですからね、愛知名古屋終わりの方は、こんな三元豚引き出す、これね、なかなか濃いね、なかなか濃いね、これはあ、700m 結構まだあるね。どこまで行きゃいいんだこれ。これもまだまっすぐか。ああ、火がかけると本当一気に涼しいんだけどな。火が照ると暑いね。ここを右に曲がるの。右。右か、なんかちょっと左右の感覚が狂いますね。ここはファミマやね。ここは昔からファミマやね。この辺りはあのマルケがねファミマに変わったところが多いですけど、ここは昔からな感じだな。で、右に曲がって、ああ、本当だ、橋戸島方面ってなってるね。これが裏次郎。裏次郎って聞くとあのシダ植物の裏次郎を思い浮かべますけどね、あれは裏がね、白いソーラス部分がね、ソーラスのつく部分の方が白いくなるんでね。まあまあでも裏次郎はお正月とかにも使われますもんね。比較的メジャーなシダ植物ですよね。これでまた線路を渡って、よいしょ、さすがにもう島風は行っちゃったかな、ね、この感じ、いいですけどね、ここ島風が通ってくる姿ってのもいいですけどね。で、これが裏次郎橋、平成元年ですね。こんなところなんか子供が遊んでる広場がある。あ、結構広い。なんだ、あ、駐車場も広いし、これがアゴアリーナ、これか。結構広場もあったりして広いんだ。
でかいし、まあ、この作りはアリーナっぽいよな。あ、書いてある書いてある、アリーナですわ。へえ。で、アリーナの奥が、まあね、ちょっと奥さんとか遊んどるあれやけど、うん、こんな感じで広場になっとって、子供が遊ぶようなねスペースになっとっていいですね。自然を生かしてちょっと他になってる感じになってるんですね。まあ遠いところですね。そうすると子供が少しか鍛えられていいですよね。さあ着きましたね、アゴアリーナ。いやいやいや、無事着いた。こんな感じでね、まあ、今日は特に催し事をやってない感じなのかな。ね、こっちは全然いるか人がいませんけど、あっちの公園の方がね、盛況になってるんで、で結構車もわわ入ってきてる感じですね。こんな感じのね施設ですよと。ね、どっちかというとふるさと公園の方が確かにこう看板もでかいですもんね。よしよし、順調に来ましたね。で、こっから、島新名でしたっけ、新名駅まで歩いてみましょうか。よしよしよし、順調に来ましたね。で、こっから、島新名でしたっけ、新名駅まで歩いてみましょうか。新名まではどういったら行こうかな。あー、なるほど、まっすぐは行けんけど、ちょっとオレオレしながらオレオレする感じですね。なるほどなるほどな。で、こっから姿の駅前までも出てるんですね。さっきのは出てたから、次はだいぶ先ですけどね。そうですね、だいぶ先ですので、歩きましょう歩きましょう。よし、おお、この辺りはやっぱりまだ阿賀町の名残残ってますね。もともと阿賀町ですもんね、この辺りは。阿賀町と磯部町と何だったっけ、そこが合併して志摩市になりましたもんね。で、あ、ここがこれ新図書館なんだ。へえ、綺麗。へえ、めっちゃ綺麗ですね。おしゃれな建物ではないですか。新しいのかな。新しそうですね。いいですね。なんか要所読みたくなりますね、こういうところで。ハリーポッターの英語版とかはね、まあ読めないんですけどね。こんなところの白い駐車場、こっちはさっきの第二駐車場みたいな感じなのかな。めっちゃ広いですね。まあさすがにこっちには止まってないですけどね。で、道潮が2キロって出てきましたね。道潮は賢島駅からちょっと奥行ったところにあったあれですよね。で、あ、これが国道か。ってことはこれを曲がらなあかんな。多分こっちですね。ああ、ぽい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 。こっちみたいですね。大丈夫かな、これ。なんかちょっと道を間違えて行った方のが取れ高ありそうやけど、もうちょっと今回はこのまま行っちゃいましょう。あ、でこんなところにウダミントってまたお肉屋さんが出てきましたよ。ここは
本当純粋にお肉だけって感じかな。ここが賢島最終の給油所なんだよ。で結構楽しいとかもあったり、いろいろありますね。ああ、やっぱ日差しが出るな、暑い。やっぱでは。この黒毛和牛のステーキ屋さんとか、ディナー営業なんですね。それは食う食かな。もう言うとるうちに曲がらなあかんはずないけどな。もうちょっと先なんかな。ここは島の森学童クラブ。ああ、幼稚園保育園。幼稚園と保育園が併設されてるんだ。あ、ここだ。新名駅入り口ってなってますもんね。よかった。わかりやすい交差点名で助かりました。で、これを曲がればいいみたいね。よし。進行よし。これ歩道は反対とこなのかな、まあ、どっちも細いからもう変わらんけど、あれ多分緑のラインはスクールゾーンのあれですよね。通学路ですよっていう多分表示だと思いますけど。さあこれで駅の近くのはずなんやけど、どこにあるんだ、あれか、これか。よしよしよし、無事着きましたね。これで島新名駅ね。よし、でまあ予定では島新名から新名から賢島にとりあえず行こうかな。よいしょ。あ、こっちか。両方向から入れるんですね。こんな感じに。で、なかなか。全てを真ん中のライン揃えてきましたね。中央寄せの前駅ですね、新名駅。こんな感じね。ちょっとやだ、ここでピタッとしてあれば大丈夫ってことですけど、まあ、今日はねフリーキップですから大丈夫。新名駅 M92 で次は90になるので、まあこんだけね大きい数字になるのもさすが近鉄ですよね。で、して中川賢島になってますけど、この時間ね、だいぶね、少ないのは少ないのにね。で、次が13時51分、13時51分やから、次が、14時5分が来る。あ、よかったよかった。比較的、早い時間に来ますね。10分ちょっとで来るみたいなんで、まあ、それまでね、駅で待って、やっときましょう。こんな感じで、ね、もう端っこまで来ましたよ。こうやって見ると、ビュッていけそうな感じに書いてありますけど、まあ、当然ね、いけないんですけどね。いやここが93が一番大きい番号かな。多分そうですよね。
ここは30とかしかないから、うん、35とかね。そうそう、大阪からの起点でずーっと数えてきますからね。ここへポンって番号が変わりますけど、こっちが1番、こっちが1番、ここも1番の、うん、で阿部の橋1番でずーっと作ってね、いきますけど、だけどそうですね、ここが一番この一本線になるように作ってありますから、結果的にやっぱ93駅も、実際にはですから3駅だね、100個以上駅ある、何個あるんだ近鉄ってね、すごい数の駅ありますけど、93までで一応番号は決まってますよってことですね。そうそうそう、会社さんによってはね、こういうような駅があった時に61を揃えるんじゃなくて、これやったら、ね、44と D の62番と E の44番とみたいな感じで、ね、作ることがあるところもありますけど、近鉄は数字は必ず一緒になるように、統一するんで、ここなんかもね25、26、27で、こっちが21から26まで飛びますよっていうようなね、作りになってるから、これ、A の22から25はないんですね。とかね、っていう作りが面白いですよね。あ、でも、イコマだけは17と27が混じるんだ。なんでだ。あ、そっか。これね、あの、大阪地下鉄から数えてるから、その兼ね合いでここだけは統一ができなかったんでしょうね。なるほど。そう考えると、なかなか複雑なことになりましたね。うん。だから、王子駅なんて、こっちから数えてるの、こっちから数えてるの、28と43ってことで、めちゃくちゃ離れてるように見えますけど、ね、歩いて5分もかからないっていうね。ほんと、向かい合ってすぐないっていうところもあったりしますからね。ここは統一してるんやね、36で。うん、なるほどね、面白いですね。うん、で、二の口の重ねね。これ前言ってきたのは重ねですからね。そうそうそう。二の口もね、二の口で短絡線があったりするのでね、有名なところですけど。そうだから、ここから端っこですから、こうやって見てみると、2590円とかね、2350円とかになりますからね。一番高いのってどこ行くんだって言うと、こっち2010円だし、どこだ、あ、そっか、高安山に登るところは直通したら2780円やから、だから、賢島から、ここから、賢島からとかこの辺りから、高安山まで使うのが一番元が取れるのかな、どうかな、片道であれするやつね、株主優待のやつなんかで乗るときは、それが一番お得なのかもしれませんね。2780円、3000円近くか1500円とかで、1300円とかでね、株主優待、金券ショップで買えますからね。ああ、そう考えるといいですね。っていうか、往復しただけで、あれでも元が取れますね。今3000円ぐらいで売ってる、3日間フリーパスね。いや、いいです。ですけど、やっぱフリーパスで、とかね、こういった企画乗車券をね、うまいこと使うと、鉄道は本当、格段に、より便利に使えますよね。こっちが八子島方面だもんな。ですから、こっちから電車が来るはずですからね。まあ、とりあえず、まだ10分ぐらいあるはずなんで、ね、ちょっと電車待ちましょう。あ、そっか。1番乗り場の電車にご注意ください。危険ですから黄色い線までお下がりください。全部フルランプ走るからね。
った13分か。見応えありますね。こんな感じで。これは海藻の？こっちも海藻だな。うん。こっちは生えてきてまた海藻になってくるやつで、これが、最初に、賢島まで行く京都の行くやつですね。14時50分。だいぶ先じゃない？まだ40分先ですけどね。もう待ち構えておりますよということですね。早く乗れるんだら本当に全然中で、ね、1時間長く乗れるんだら乗っといたぐらいのね効率ですもんね。でまあ言うても賢島駅は何回も来てますからね。もう今更なんだよな。なんか今までで言ったことないところあったっけ。あ、そうや、結局上とかは朝日に来とったから行ったことねえのか。じゃあここで島風で出してるあのメニューとかも食べれるんですね。へー。でここにニコニコ動画もあるので、でこの後なんだよな。一応ちょっとアゴアナ見ててみましょうか。あ、そう、なんか初入選するらしいな。あー、グッズも売るんだ。へへ、京都行きは、あ、まだ10より50分発のやつ残席あるんだ。へー、ただダメだ。今回はね、あれなんだ、盆用特急で行かないといけないっていうね。こっちから降りるとまだいろいろとあるんですけどね。でこっちから行くといろんな定期船とかにもね乗れますよってのがあるんでね。そうか、前回は朝一ね、朝の7時とかに来たりとかね、なんかいつも変な時間に来てますもんね。うん、今日は比較的まともな時間ですよね。でもう真ん前が船着き場になってるっていうね。でもこの辺りといえば真珠と、まあ、なかなかね。よし、ちょっとね、真珠の1個や10個ぐらい買ってこかってね、慣れるものではないね、高級真珠ですね、あれですけど、すごいですね。こんなにもあちこちにあると。で、エスパーニャクルーズがあったり、15時30分。遊覧船が15時30分か。こっちは こんな感じで、あ、ぐるっと回るようなあれになっとるんや。さっき言っとった大王の大王岬はこの辺りですもん。大王崎ってどっちだったっけ。こっちの方だよな。うん、だからもう全然遠いですからね。うん、全然無理ですからね。そうで、ここ根室の里がこっちだろ。遠いんだよな。しかも山道ですからね。でこっちは何時ぐらいに出るの。1周50分。こっちがエスパーニャクルーズ。
複数の会社さんがやっとんのね。結構人いるね。よかった、ちゃんと人いるんだな。なんかいつもなんか土平日の真っ昼間とかね、朝の7時とかね、に来とったんでね、全然一人一人いてもいませんでしたけど、よかったよかった。ちゃんと観光地感出てますね。こっちは、わ、すごい、結構人いっぱい。こっちがスパニアですね。あ、ちょうど今あれか、船が乗り換えやってるところなんだ。へー、なるほどね。お、なんか跳ねた。ここでなんかやってきた。へー、あ、あれも観光船なんだ。へー、へー、近鉄だね。近鉄なんですね。このとこ公園あったんだ。へえ。公園。面白いですね。車体か。こんな残ったとこに公園あんの。へえ。これ裏広か。これベニシ。あ、これ裏白っぽいね。ちょっと下になってますもんね。で、よいしょ。何してしばらいなら出てた感じかな。こんなのぶったところにあんだ。あ、本当だ、開けてるわ。あ、なんか慰霊碑が立ってる。何でも。なんだこれは。なんか独特な空間ですね。なんだ。本当だ、開けてるわ。へえ。あ、なんか慰霊碑が立ってる。新宿街供養碑。ああ。ね、真珠ね、たくさん垂れてね、今たくさん真珠がね、できるわけですけど、当然ね、貝の身から取るわけでございますからね、その真珠街を供養する、ね、塔が、こんなとこにあったんですね、知らなかった。なるほど。ね。たくさんね、素敵な真珠ありがとうございますということですね。ちゃんとワンカップ大関まで置いてありますよ。もう果たして貝の酒蒸しが行っちゃいそうで怖いですけどね。感謝の心のわけですね。でもこれだいぶ前でしょうね。真珠の字が。昔の柿、真珠の字ですもんね。で、登ったけど、さして、見晴らしがいいわけではないんですね。まあ確かに展望台があったようなイメージなかったもんな。こっちは、これは多分真珠をイメージして作ったのかな。これは何ですか。新園真珠発明者、建徳碑。新園真珠ですか。この丸い真珠ですね。を発明した、方の記念碑ということで、これですね、西川藤吉先生と、三木本幸吉王ですね、沖縄と、三瀬
新平先生でございますね。あの三木本さんもあれですね、あの真珠の三木本で、ね、有名な高級真珠で有名な三木本さんの、あの三木本さんでございますね。だいぶ前でしょうね、これも。うん、オンザ、あ、こっちの方に細かく、英語で書いてあるな。オンジョケーションオブザパール、フェスティバル、ヘルイン、オクトーバー、1957。1957年の、まあ、真珠祭り、なんかそういうフェス、まあ、記念祭みたいなのが行われましたよと。セレブレーティングズ、50th anniversary of the、ごめんなさい、スコー、あ、サクセスか。サクセスフル、プロダクションオブ、ランド、カルチャードパール、ですから、丸い、真珠ですね。丸い真珠が、開発されたのところから50年を記念して、ですから50年前、1907年に、その真珠、この今私たちが知っている真珠ですね、本来その真珠貝っていうのはその貝の中にできるやつなんで、こんな丸く ならなくて、なんか平べったい形になったりとか、確かそういうようなやつだったんだと思うんですよ。で、それをこう丸くできるような技術をいろいろと開発して、どうやってねやったら養殖したら、丸い真珠が取れますよっていうのが、作れたということですね。で、そのサクセスしたのが、50年前で、その50周年を祝ったのが1957年になったらしいですね。で、知らんかった、こんなん、モニュメント was、this monument was、elected by the Japan Pearl Cultivators 文化会みたいな、文化人会みたいな、日本真珠学会みたいな感じでいいのかな、コーペレートアソシエーション、ハナウディング、日本真珠文化、企業連盟みたいな感じですね。あとで日本語版調べて出してみます。正解合わせはこんな感じね。で、で今から読んだんですね、西川藤、吉さんと、三木本幸、吉さんですね。で、店、あ、これ、達平さんって呼ぶんですね。私、新平さんって呼んじゃいましたね。申し訳ございません。アンド、コメモレーティングゼアライフタイムオブサービスインプロデューシングザランドカルチャードパートですから、その真珠のその養殖等に支えた、皆様を慰霊してということで、こっちの方この3人の名前しか書いてませんけど、ね、真珠業の皆様ありがとうございますということですね、書いてありますよということですね。日本語ではなぜ書いてなかったのか、反対側にあるのかなってわけでもない。昭和32年10月、伊勢氏が作ったんだ。伊勢氏なんだ。あ、こっちだとちょっと見晴らしいな。アコワンですからね。本当に組んでますからね。こんな感じで。教科書に使われるリアス式海岸。まさにリアス式の典型例ですからね。あの前で多分チャプチャプしてるのが、これは真珠のやつだと思います。案外ね、真珠のやつと糊のやつがね、見分けが難しいんですけどね。大丈夫かな、これ年末特番これで終わりかな。まああれですよね、一応あれですよね、年明けに伊勢神宮に初詣に来る人が見るかもしれないって思って、こっちの方のねやつをぐるぐる回ってね、そうしとけば、伊勢関連っていうのでね、きっと再生が上がるんじゃないかっていう予想だったわけですけど、大丈夫かなこれ、まあでも今見どころは作れた、下手すれば今回の一連の動画一番の目玉あそこだぞ。大丈夫かこれ。よし、とりあえずチケットレスで、予定では
宇治山田までかな、伊勢市か宇治山田まで買って行こうかなって感じですけどね。あ、そうか、どうせ買うところの画面見せれないからあれなんですけど、あのね、なんでこんな500円の区間にこだわっとるかというと、実は私あのチケットレスサービスね、近鉄のチケットレスサービスで、いつも、特急券買ってるんですけどね、ちょうどね、今日の朝の時点でね470ポイントぐらいだったんですよね。ところがこの470ポイントがあのコロナの影響で、いつもはねこんなこと起こらないんですけど、あのコロナの影響で全然遠出ができてなかった兼ね合いで、あの遠出ができてなかったもんで、ずっとねあのポイントが使えんままいたわけですよね。そしたらあの有効期限が迫ってきてまして、今月末で、有効期限が切れちゃいますよというね、ことになってまして、あ、これはまずいぞと、いうことで、でも470ポイントだとこれね、あのその利用分が全額分ポイント、いや一部ポイント支払いというのができないんですよね、っていうのがあるんで、ってことは全額分出そうと思ったらちょっと一回特急列車に乗ってポイントをちょっと貯めて500ポイント以上にして使っとかないと、そのポイントをねポイすることになったんで、これはもったいないだろうということで、今とりあえず、900円区間ね1個乗って、これでポイントが貯まったんで、これでね乗れるぞと、タラ乗りができるはずなんで、1区間ですけどね、それで乗っていこうかなっていう算段でございます。いやーしかし本当ならね、観光船とかも乗ってあれですけど、ちょっとまだねどうしようかな、こっからなんですよね。で使うならここの区間なんです。さっきも言いましたけど、あのここの区間ってあの普通列車が今も出てっちゃったんで、もう1時間来ないと、なりますから、あの特急列車の方が本数が多いんですよね。そうなるとね、特急使った方が断然お得なわけでございます。でこの区間でそのただ乗りのねやつを使っちゃって、でないと伊勢から四日市だと1メーターではいけないはずなんですよ、でこっからだと1メーターがどこまでだ、多分尾形と一緒のはずだから、よ伊勢市まで行けるな、伊勢市までが520円で行けるから、そう、これが島風だとね、プラス料金が発生しちゃうんで、そうするとそのポイントが使えないっていうね、あやが、それちょっと今回は、島風が使えないんだよな。で40分発の名古屋行き、これもうすぐ出る、あと10分で出るな、伊勢島台には行けるな。で今回は言っとった兼ね合いで、レギュラーしか使えないはず、してしないよと、あもうまだバカにしてこいつを、ちょっと時間が迫ったのか、これで取っちゃおう。520円やろ、伊勢島チケレスはこんなのあんの、320円に切るんだ、安いじゃん。お、これだった、あ、そうだ、まだポイントの負荷ができてないから、いや、これで320円で、あ、ちょうどよかった、これで使えるわ、よし、ちょうどよかった。危ねえ危ねえ危ねえ。そっか、後日不良だから、今つけてもダメだったんだ。よし、よし、よし。あ、よかったよかった。間に合った間に合った。よし。じゃあ、よし、これで乗れるな。危ねえ危ねえ。おお、おお。ほんと知らんかった。こんな裏技で行けたんや。チケット割り320円で、5号車ね。5号車、そこだ、よし、で、宇治山まで行きましょう。あ、そんな割引制度あったんだ、知らんかった。よし、またいいね、貸し切るかな、ご飯パン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 、ヤギ貸し切りやん、へえ、
行われちゃって計算できない。少しポイントです。少しポイントです。少しポイントです。危なかった。そうだ。ここはリアルタイムでそのポイントがつくわけじゃないから。ありがとうございます。危ない危ない。この電車は。これで、まあ、一番使い切れたんじゃないかなと思います。よし。高田さんと今詰まりかけましたからね。私、汗かきなんでね、胸ポケットにいるとか汗でべちゃべちゃになっちゃう。危なかった。そうだ、ここはリアルタイムでそのポイントがつくわけじゃないから。ありがとうございます。危ない。これでまあ一番無難に使い切れたんじゃないかなと思います。よし。高田さんと今詰まりかけましたからね。私、汗かきなんでね、胸ポケットにいるとか汗でべちゃべちゃになっちゃって、ちょっと考えましょう。なかったですけども、これ週末に1往復か2往復しかない公衆運用になっちゃったんですね。やっぱりどっちにする4日市には帰れなかったの。これではですから石塚をもう通過するんですね。ということで持ってきましたけどね。でここからはどうしようかなと思ったんですけど、まあ、せっかくですね赤福を食おうということなんですけど、そう赤福っていうとね、パッと普通ね思い浮かぶのは多分これですよね。この箱に入ってね、ヘラみたいなのでねすくって食べるよっていうね、あの赤福のイメージが強いと思いますけど、実はあの赤福ってまあ、四日市でも食べれるところはあるんですけど、いわゆる店内でね、お盆に乗った赤福を食べたりすることもできるんですかね。有名なのは岡木浴場にある、本店でね、盆に乗ってとかね食べれますよとか、あと赤福のね、赤福氷とかがね食べれますよっていうのは結構有名なんですけど、実はねそうだ今月はねあれなんですよ。10月なんですよね。で10月はね実は10月の間だけ、赤福ぜんざいっていうやつが普段、冬の時期になるとあるんですけど、あれのね冷やしぜんざいっていうのがこれ10月の間だけ直営店で食べることができるんですよ。それをふと思い出しましたので、ね、よしそれを食べようと。そうだ10月だと、ね、食ったことないですよ なんせ結構、ピンポイントなんでね1ヶ月しかないんで、じゃあせっかくやし食べに行こうかなという、わけでございます。ただねこれちょっと気をつけないといけないのか、確かねちょっと確認しないといけないんですけど、
あそこでは食べれないんですよ。あのその内宮のおかげ横丁のところでは確か売ってなかったはずなんですよね、その冷やしぜんざいは。で確か下宮の方で行ったら確かあったはずなんで、そっちの方行こうと思います。まあ富士山だからやったら歩いても行けますしね。どうしようかな、まあバスがうまいこと来たらバスに乗ってもいいし。よし、さあ駅の外まで続きましたけどね、まあ、やっぱ立派ですよね。ここだと近すぎて分かんにくいけど、で下空までだったらもう歩いた方が早そうかな。バスの本数がどんなもんかな。宇治山だよろ、下空の方行くやつがこっちやけど、だいぶ数がね、そうですね、1時間1本とかですからね。まあ歩いた方が早そうですね。よし、まあ 800m ですからね、歩いてもどうっていう距離ではありませんからね。そう、内宮はね 4.7 キロ、5キロ近くありますからね、さすがに歩いていくのはしんどいですけど、まあ、前回はでもあの五十鈴川ね、五十鈴川から内宮まで歩いた動画はありますよね、うん、そう五十鈴川から内宮から五十鈴川にね向けて歩いた、やつはありますけど、なんならあの後五十鈴川まで歩くっていうね、無謀な企画やりましたけどね。まあ見てもらったら分かる通りに遠いですからね、あそこ歩くだけで3回分ぐらいに分けたんですからね。まあ3回に分けるのもどうかと思いますけど、いやこれは何、伊勢海老蔵10月25日オープン、もうすぐオープンするんだ。へえ、なかなか力入ってますね。いや、バックがどん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 赤く出てますからね。時間的に赤く言うとるときに閉まっちゃいますからね。まだ1時間以上ありますからあれですけど。さあ。で下空の方までやってきましたね。でそこが赤福だったっけな、が売ってますけど、さすがにね先にお参り済ましてからね、まあ、それでもまだ閉まる時間には間に合うと思いますからね、大丈夫だと思うよ。まあまあギリギリはギリギリ、5時で閉店のはずなんで今、3時40分、まあ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 大丈夫でしょう。でバスやとここに来るわけやね。ビソン行くやつあんの。へえ。ビソン2渚町、すごいすごい行き方するな。へえ。そんなんも走ってるんですね。まあ、今は駅前には1時間1本ぐらいということでね、まあ、ちょっとかなり本数は寂しいことになってますね。こっちだとちょっともうちょっとあるからね、合わせればちょっとありますけど、でもだいぶ減ってますもんね。あれふ渡っちゃいましょうね。さあ先にお参りの方をさっと回してもらおうか。でもお前緊急事態宣言で撮った時に比べるとだいぶあれですね、まあまあまあ増えてますよね。じゃあまあここからはもうカメラ止めてさっとお参りさせていただきましょう。よし、さあ先にお参りの方をさっと回してもらおうか。さあということでね、もうだいぶ日々傾いてますけどね、
お参りをしてまいりました。いやいや、まあまあ、さすがにまだ海外の人はね、全然少ないなという感じでしたけど、この時間でも、ちょうどいい具合ですね、それぐらいが、アクセスが多すぎるとね、ちょっと、アクセスしますし、さあ、ということで、今日のメインはね、こっからですからね、こっからだったっけな、赤服を題材にしてましたもんね、今回は。そう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 。相変わらず横道にそれまくってましたけど。ってことで、下空でね、お参りしたら、この道まっすぐ行ったら伊勢市駅に行けるわけですけど、ちょうどね、もうここの真ん前のところにですね、この観光案内所の裏側じゃなかったっけな、に赤服があるはずなんですよ。よし、じゃあ、ね、ちょっと頭をかいたところでね、冷やし電車いいよね。いいよねーって思いながら、それが福田宮さんで、それやね、そやね、赤服屋さんやね。売れてるかな、あ、中も空いてそう。大丈夫かな、まだやってんのかな、いいかな。いただいてきましたけどね、いや、やっぱうまいですね。いや、初めてね、やっと食べれた冷やし前菜ね、いや、美味しかったですよ。写真ね、まあ、こんな感じでピラッと撮ってきましたけど、でこれだとちょっと分かりにくいですよ。あの、ね、前菜なんで下にね、だいぶとごってますんでね、あの小豆もたっぷりで、あのお餅もね、あの白玉、ね、あお餅も入っておってっていうので、なかなかちょっと写真だと分かりにくいですよ。あとあれですね、このね、カラッとついてるキャラ吹きがね、あれなんですよね、ここ、やっぱあの甘いものとね、しょっぱいものってね、あの口の味になっていいんですよね。で、ほうじ茶とね、美味しくいただいてきました。520円だったかな。で、ちょっとね、休んで出てきますからいいですね。いやいやいや、で、どうしようかな、こっからね、言うて結構前代やっぱ腹にしっかり入るんだから、こっからどうしようかな。まあ普通に伊勢市駅の方戻ってって、まあもう伊勢市駅からね、帰ってこうかなってところですけど、あれなんですよね、そうだ、今回は富田に泊めたから、どっかで、さてとどうしようかな。まあ伊勢市駅から、特急がタイミングよく来ても、あれなんですよね。結局、四日市に乗り換えてまた急行に乗らないといけないですから。まあ、もう、ストンと、このまんま、急行で行っても、そんなに結局アクセスの都合で時間が変わらんはずですからね。どうしようかな。まあ途中、松坂か津あたりまでね、急行で戻るっていう。で、あのあたりでちょっとご飯食べるっていう手もありますしね。それでもいいな。よし。それか、いっそのこと、赤目口に行ってしまうか。ただ、あれないな。まあ、携帯の充電が、そう、今日、USB コード忘れてきちゃったね。あの道中特急乗った時に充電できなかったんだから、しまったな。その割に結構バシバシね、あの写真撮った人ったんで、結構減ってますからね。もう 40% 切ったかな、50は確実に切ってましたからね。まあちょうどいい距離ですよね。あんま真ん前すぎてもこうやってね、ちょっと歩いたりする余剰がないですからね。そうそう、いい塩梅ではございます。本当はちょっとお酒もいっぱいグイッと焼いたいところですけどね、宮の雪とかね、あの辺りでグイッと焼いたいところではありますけど、まあね、
あれですよ、そう、戻ってから、ここからまた私、車運転しないといけないから無理だ。お、そうだ、変場持ち。そうそうそう。忘れられがちですけどね。伊勢名物といえばね、これ変場餅も欠かせないですからね。変場餅は買っとこう。これをあれね、帰りお家の土産にしよう。変場餅にしよう。変場餅もね、もう結構打ち切れ気味で、ここにが、ね、残っとったんでこれで買いましたと。であれなんですね、ここで400円安いんですよね。入庫入りも中で食べることもできるんですよね。今はちょっともう閉まってますけど、160円だとあれ安いね、安いね、へえ、で、ここはこうちょっといい感じのお店ですね。で、まさか、まさかですね、うん、シェですからね、1000円、おお、で、ここ入れ400円ですからね、リーズナブル、いいですよね、変場餅いいですよね、そうそうそう、どうしても赤福のね、インパクトが強すぎてね、というかシェアが強すぎてね、ちょっと地味な存在ではありますけど、意外と三重県民は変場餅派いますからね。そうそうそう。さあ、で地味ですね。行きましょう。よし。ちなみにここは名所はない、どうなってんだ、はい、行く、ナイク、最多標準車、ああ、そうか、全部まとめてここに載せてるんですね。神宮彫刻館、彫刻館だけ行ったことは、あと伊勢志摩ラインか、使えないね、これも、じゃあ車でね、これはもう完全に車で行くとこですからね、もうドライブコースってなってるもんな、なんで JR の名所案内に入れたんだろう、うん、不思議だな、まあ、レンタカー借りて乗るっていう手があるからか、うん。神宮彫刻館ね、もう一回行かんとあれですね、うん、上3つはもう終わってるからね、よし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 、そう、ただあれね、近鉄線は遠いのね、ちょっとホームからね離れてますからね、7番乗り場があるから、向こう側に渡らなあかんですね。なるほど、なるほど。
じゃあ向こう側に渡って41分、まあ、ですから6分ですから、まあちょうどいいですね。急いでわーって行かなあかんほどでもないです。でもうそこに近いというやつかな。あ、こいつですね。こいつで、オールロングですけど、名古屋まで移動ですね。よし。こっちか、こっちから中に行ったけどね、どこなんだろう。こっちの方でいいよ。名古屋行き、急行が発車します。取った取った。お待たせしました。まもなく関西線に列車が参ります。さあ、無事富田まで戻ってきましたね。まああとはもう戻って帰るだけなんでね。まあまあまあ、どういう感じでまとめようか。うん、取り留めがなさすぎて困ってるところやけど、まあ一体どういう企画名でやってんだろうな今回。うん、いや、うちの場合はこういうことがありますからね。まあとりあえず何はともあれ戻ってきません。あとでね、400円のところだけね紹介して終わろうかなと思いますけど、まあとりあえずまあいろいろと思われましたし、まあ天板も使えたしいいかな。冷やし全体も食べたし、もう飲みだけやってきた。ってことでね、ちゃちゃっとね、改札通って帰っていこうかなってところですね。よし、意外とやっぱ全体あれ持ち帰り結構入ってましたからね。腹持ちいいな。よし、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 さあ、で、富田のところがこっちね、まあ、行きこっちからね、通ってましたからいいやけど、この間のところね、まあ、ちょっと車通るやんところですけど、スーッと抜けてったらね、よいしょ、まあこの前あの三義鉄道ターミナルね完全制覇の旅ってやった時に通ったところですね。そう、行き品はねからここからスタートって感じで撮ろうかなと思ったんけど、ちょっとねまだ学生さんがね部活やってるところやったんでね、もう横がねすぐこれ志向なんでね、四日市高校、ね、あのめちゃくちゃ頭のいいところですね。そうそうそう、じゃあね部活やってましたんでね、よいしょよいしょよいしょ。ここは背中が駅の普通列車か。まあまあ言うて移動の多い旅でございましたからね、まあまあ十分ね元は取れ全然取れてますからね。今回も切符の元はそうそう、やっぱこうやって、ね、途中で降りたりね、したりするね、ぶらり旅にはね
フリーキックっていうのはありがたい存在でございますからね。そうそう、これ多分普通にやったら一回ちょっと計算してみますけど、結構いいお値段になりますからね、この貸し会議、まあ、行って帰ってきてるだけとはいえね、多い時だったらもっと途中下車バンバカやりますけどってことですけど、で、そう、ここね、ここのね、この通りの先のとこにあるんだ、はい、こんなとこにあるのね。そうだからね、結構細くてね、ここからここ曲がってこういくか、そこから曲がっていけるのかなっていうぐらい、ちょっとかなりピーキーな場所であります。多分ここを曲がって、ここ一応ここを曲がってグリーンってぐるぐるって入ってきたんですけどね。まあまあ大変なこと、まあ前払いして1日4000円で入ってですね、まあまあ1日止めとくんやったら安いし、まあ選択肢があるじゃないかな。まあまたね、出入口交差点のところとか一応取ってね、出しとこうかなと思いますんでね。4つ目の方でですかもな、それは最近更新できてないからという感じでね、とりあえず今回のね旅は、まあこの後は変番も調べてね、美味しくライブ放送でもやろうと思いますんで、そう、今日ね今晩ライブ放送なんでね、こんな感じでやっていこうと思います。ということでね、この動画はとりあえず以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。